はい、こんにちは。速回塾の久保です。もうご存知の方もいると思いますけども、その武漢に行ったことがない方でも、この日本国内でですね、新型コロナウイルスに感染したという症例が報告されました。厚生労働省から今日2人ですね、だから国内での感染例が6名になりまして、4名はね、中国からいらっしゃった中国の方だったんですけども、今回、お知らせいただいたお二人っていうのは日本国内の方らしくってですね、まあ、これによって人から人への感染も、まあ、確認されたということで、その感染経路がですね、今回はそのバスのツアーの運転手をされてた方らしくって、その運転していたそのツアーの、ね、乗客の中に、まあ、中国武漢から来たツアー客がいらっしゃったということらしいですけどね、まあ、今日だいぶこの一報が入ってきたと思いますので、続報は改めて明日とかになるのかなと思いますけどね。それからチャーター機がですね、武漢の方に、安倍総理の指示で、今夜にも立つんですけども、実際に現地に行かれた方が日本に帰ってきて、で治療を受けながらね、それから検査を受けながら日本に帰ってきて、日本国内でどのような証言をされるのか、武漢というのは一体どういうふうになっているのか、この辺がですね、数百名単位で帰ってくると思うので、かなりリアリティがあるようなね、裏付けのある情報が取れるんではないかなと思います。まあ多分安倍総理もそういうことを見越してチャーター機をね、出す決断をしたと思うんですけども、まあ、今回の新型コロナウイルスのこれね、感染っていうのがこれからもますます広がっていくのかなというところと同時に、広がる前にどのようにね、食い止めていくのかっていうこと、この辺がですね、まあ、かなり注目かなと思います。で、我々ができることっていうのはやっぱりこうインフルエンザとかね、新型コロナに限らずなんですけども、まあ、当たり前のことなんですけども、外から帰ったらね、手を洗ったりとか、うがいをしたりとか、マスクをするとか、それからやっぱ着替えですかね、何日も同じのを着るんではなくて、理想的には外から帰ってきたら部屋着に着替えて、家の中はやっぱりね、家の中専用の服を着ると。で、外は外専用の服を着るようにした方がいいのかなと思うんですよね。まあ、大体こういうふうに清潔にするだけで病気っていうのは防げたりしますしね。で、今回は多分都市部で広がることがまあ予想されるんで、まあ、山間部とかね、過疎の地区とかっていうのは案外かかりにくいのかなと思っちゃいますけども、それいかがなもんでしょうか。それではですね、動画説明欄の方に元ネタの FNN プライムオンラインのニュース URL つけておきますので、ご覧ください。